ワーニャ・ハクフさんは、ロシアの作家アントン・チェーホフの戯曲である。副題は、田園生活の情景。カモメ、三人姉妹、桜の園と共に、チェーホフの四大戯曲と呼ばれる。作者自身によって、田園生活戯曲と銘打たれた。この作品は1897年秋に出版された、チェーホフ戯曲集で発表され、 1899年10月26日に、モスクワ芸術座で初演された。年老いた、大学教授の田舎の領地を舞台に、教授がこの領地を売りに出す提案をすることで、引き起こされる騒動を、チェーホフ独特の筆致で描いている。この作品は1889年に書かれた、森の聖の改作であることが知られており、旧作との比較によって、 作品の成立に至る内情を伺い知ることができる。森の生においては人生をかけて、経営に従事してきた領地を売りに出すことを、提案されて月光したワーニャが自殺を遂げる一方で、美しい娘であるソーニャは、医師との恋を実らせていた。それが、本作においては絶望したワーニャは残された人生を、 耐えて生きていかなければならず、それを不器量な娘に書き換えられたソーニャが、自身の失恋の痛手をこらえつつ、優しく慰めるという筋書きに改められている。バーニャの自殺を除いては、幸福な結末に至る旧作から、絶望に耐えて生きていかなければならない人たちの姿を、描き出す劇へと変貌を遂げたところに、チェーホフの劇作家としての心境を伺うことができる。また、 前作の、カモメではコスチャが自殺を遂げて幕が下りたことも、考え合わせれば、絶望から忍耐へ、忍耐から希望へというチェーホフ作品に通定する、モチーフがこの結末に端的に現れていると見ることが、できる。特にソーニャがワーニャを慰めようとして語りかける、幕切れのセリフはこの議曲の核とも言える部分であり、チェーホフ劇の中でも最も美しいセリフとして、 親しまれている。チェーホフを死として慕った作家、劇作家のマクシム・ゴーリキーはこの劇を見て女のように泣いたと告白している。なお、カモメにおいて作家、トリゴーリンに作者自身の作家生活の内情が投影されていたのと同じように本作の意志、アーストロフの人物造形にもチェーホフ自身の人格が反映されていると言われている。このアーストロフは 開発による森林の減少を憂れゆく末を暗示る人物として描かれており、このことはチェーホフが19世紀末の時点で生態系の破壊という問題に深い関心を寄せていた少佐として特に注目に値する。日本で1990年頃森のおじさんの名で上演された舞台作品は長野裕樹のが本案脚本演出した本作品である。 2001年のトロント公演教授の荘園の屋敷の庭午後教授夫妻がこの領地に越してきてしばらくになるが田舎の人たちは都会生活の長い教授夫妻にすっかり生活のリズムを狂わされているバーニャとアーストロフマリーナが庭で茶を飲みながら話をしているアーストロフとバーニャは教授の美しい5歳エレーナに心を奪われているやがて ソーニャとエレーナ、マリアが、座に加わってくる。バーニャはかつて尊数の念を抱いていた、教授の人格や見識に幻滅を抱くようになっており、ことあるごとに教授に毒づいている。母のマリアにたしなめられるが収まる気配はない。アーストローフは、森林の減少と保護の必要性について語るが、ソーニャだけが熱心に聞いている。バーニャはエレーナに言い寄るが相手にされない。 夜の食堂、エレーナやソーニャ、ワーニャが交代で、教授の面倒を見ている。口を並べ立てて、周囲を困らせる教授をマリーナとソーニャが寝室へと、連れ出す。残ったワーニャはエレーナに言い寄ろうとするが、相変わらず、エレーナは連れない。エレーナの去った後、いっぱい期限のアーストロフが現れ、ワーニャと話し込む。テレーギンは静かにギターを弾く。そこへ、 ソーニャが現れて、酒のすぎる二人をたしなめる。ソーニャは、アーストロフの心の内を探ろうとするが、アーストロフは、そっけなくはぐらかす。一人残った、ソーニャのもとに、エレーナが現れる。それまでなかなか打ち解けることができずにいたぎりの母子だが、エレーナが歩み寄ったのをきっかけに腹を割って、話し合うようになる。昼時の客間、バーニャとエレーナとソーニャが話をしている。 バーニャは、またしてもエレーナに連れなくされ、部屋を出ていく。ソーニャはエレーナにアーストロフへの思いを打ち明け、エレーナは、自分が彼の気持ちを聞いてあげると約束する。ソーニャに呼び出されて、アーストロフがやってくると、エレーナは、ソーニャの気持ちを伝え、彼にその気があるかを尋ねる。アーストロフはソーニャを女性として愛してはいないと、否定するが、エレーナが、 自分の気持ちのことも察しているはずだと感じいている。彼は、エレーナを、ずるいとなじる。アーストロフに求められるままキスをしているところに、バラの花束を持ったワーニャが現れ、エレーナは、アーストロフを突き放す。教授の号令で客間に一同が集められる。ソーニャはエレーナから、自分の恋が実らなかったことを知らされる。教授はこの領地を売り払い、 大金を有価証券に振り替えて余った金額でフィンランドに別荘を買うことを提案する。バーニャはこの提案を長い間朝水垂らして働いて経営に従事してきた自分とソーニャをないがしろにするものと受け止めて激光しそれまで自分の労働を一度たりともねぎらうことさえしなかった教授を激しくなじる。母のマリアに教授の言うことを聞くようなだめられるが ワーニャは帰って怒りを募らせて部屋を出ていく。教授は、ソーニャとエレーナに懇願されてワーニャと和解するべく彼の後を追う。部屋に残ったマリーナはソーニャを優しく慰めるが、二人の耳にピストルの銃声が聞こえてくる。恐怖におののきながら、客間に逃げ込んできた教授を追ってワーニャはさらにピストルを撃つが、弾は、それて当たらない。 絶望したワーニャはピストルを床に投げ捨てて椅子にへたり込む。ソーニャはマリーナに抱きついて震えている。寝室と事務室を兼ねたワーニャの部屋。第三幕と同じ日の夕暮れ。教授が提案を撤回し、妻と共にハリコフへ移住することがすでに決まっている。マリーナとテレーギンが、 ピストル騒ぎを振り返って恥さらしだと嘆きつつ、元の暮らしに戻れることへの安堵の思いを語る。テレーギンはワーニャに自殺でもされないようにとピストルを隠しておいたことを報告する。アーストロフとワーニャが言い争いながら入ってくる。アーストロフは自宅へ帰ろうとしたが薬箱からモルヒネの瓶がなくなっているのに気づき、ワーニャに返すよう迫っている。ワーニャは盗んだことを否定するが、 部屋に入ってきたソーニャに悟されて、薬瓶をアーストロフに返却する。バーニャは、エレーナとソーニャに促されて、教授と話し合いに行く。エレーナとアーストロフが残され、アーストロフは、別れの印に途方にキスする。エレーナは誰も見ていないことを確認すると、突然、アーストロフを抱きしめ、すぐに離れる。教授とアーニャが入ってきて、互いに、和解の言葉を述べる。 一度それぞれに別れの挨拶を交わした後、教授夫妻はハリコフへと去っていく。アーストロフも自宅へ帰る。残ったワーニャとソーニャは溜まっていた仕事に取りかかる。辛い胸の内を訴えるワーニャにソーニャが優しく語りかける。仕方ないわ。生きていかなくちゃ。長い長い昼と夜をどこまでも生きていきましょう。そしていつかその時が来たら、 おとなしく死んでいきましょう。あちらの世界に行ったら、苦しかったこと、泣いたこと、つらかったことを神様に申し上げましょう。そうしたら、神様は、私たちを憐れんでくださって、その時こそ明るく、美しい暮らしができるんだわ。そして私たち、ほっと一息つけるのよ。私、信じてるの。おじさん、泣いてるのね。でももう少しよ。私たち一息つけるんだわ。 チェーホフは森の性についてこの劇を私は憎している。忘れようと努力していると述べている。あまり知られていないが、チェーホフと親交のあった作曲家セルゲイラ・フマニノフはこのセリフをもとに歌曲を作曲している。中村白洋による初役版は週に王道で昭和7年。復刻版に 昭和初期世界名作翻訳全集188カモメオジワーニャがある。ありがとうございます。